どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、九州沖縄ブロックの2020年度、問い51から問い60までの過去問について解説していきます。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。それでは、早速始めていきましょう。問い51番です。引き続き第5章の内容となりますので、頑張りましょうね、皆さん。はい、では行きましょう。問い51番、医薬品副作用被害救済制度における給付の種類と請求の期限の関係について正しい組み合わせを下から一つ選びなさいということで、こちら答えは4番が正解となります。はい、こちらちょっとややこしいですよね。しっかりとこのあたりですね、請求の期限がどうなってたかというのを思い出していただきたいなと思います。何かというと、例えば、障害とついてるようなもの。障害年金、それから、障害年金書いてありますよね。それから、あとは、障害児養育年金とかもあったんじゃないですか。で、それらのものについては、特にこの請求の期限というのはありません。ということで、まあ、そういった意味ではですね、こちら、うとかは正解になるんですけど、そして、それ以外のもの。なんだったっけなーというところでは、それ以外のものは、基本5年以内と思っていただければ良いかと思います。そうなんですよ。というようなところでは、例えば、遺族年金。これはですね、請求期限ないよ。これは誤りですよね。そして、E なんですけど、いや、これ5年じゃないですか。いや、確かにそうなんですよ。これちょっと難しかった。何かというと、葬祭が行われてから5年以内となってるんですけど、お葬式が行われてから5年以内というところではなく、死亡の時から5年以内というところで、ちょっとこれですね、違うところになりますので、なので、ここですね、葬祭が終わってからではなく、死亡の時から、という形になりますので、ここのところですね、ちょっと気をつけておいていただきたいと思います。いや、難しかったと思います。はい、ということで、こちら答えは4番が正解となります。では次行きましょう。問い52番です。以下のうち、医薬品副作用被害救済制度、の対象となる医薬品として正しいものを一つ選びなさいということで、こちら答えは2番が正解となります。基本対象とならないものとしては、例えば殺素剤、まあ人に使わないのでというところ、あとは3番、個人輸入により輸入出された、まあ自分勝手にやってますよねというところですよね。それから一般用検査薬、これも自分の直接体にですね、というわけではなく、おしっこで使っていきますよね。それから5番目、ワセリンとか、ワセリンでちょっと副作用とかね、なんかワセリンも大量に飲んじゃいましたとか、そんなことはないと思いますので、そういった意味ではですね、これらのものは該当しないので、そして、2番の人体に直接使用する殺菌消毒剤、人体に直接使っていく殺菌消毒剤ですね、これは対象となります。でも人体に使わないものとかはですね、対象となりませんので、このあたりですね、しっかりと、ここが、結構この2番目のところが引っ掛けるポイントになりますので、気をつけておいていただきたいなと思います。ということで、こちら問い52は2番が正解でした。では次行きましょう。問い53です。医薬品P入れセンターに関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせを下から一つ選びなさいということで、こちら答えは4番が正解となります。あ、いが誤りなんですけど、あ、医薬品副作用被害救済制度の対象とならないケースのうち、製薬企業に損害賠償責任がない場合における相談先として推奨されますよとあるんですけど、損害賠償責任がないじゃなくて、製薬企業に損害賠償責任がある場合であれば、相談先としてですね、推奨されますので、なので、あは誤り。それから E、独立行政法人医薬品医療機総合機構が開設した、紛争処理機関でありますよとあります。ごめんなさい、笑っちゃいます。紛争、いや、そうではなくて、まず、日本製薬団体連合会ですね。日本製薬団体連合会って、まあ、簡単に言うと、製薬企業の団体なんだなと思、協会なんだなと思っていただければいいと思います。で、そしてそれが、そこがですね、解説した、紛争処理、何ですか、戦いを処理していくところではなく、なるべくね、みんな仲良しでしていこうよということで、裁判によらない、ね、よらない解決を、方法をいろいろですね、公平、中立な立場で、相談に乗ってくれるところが、ここの日本製薬団体連合会というところになりますので、いわ、誤りとなります。はい。ということで、答えは4番が正解となりました。はい。では次行きましょう。今度は問い54番です。
企業からの副作用などの報告制度に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせを一つ、下から一つ選びなさいということで、こちら答えは3番が正解となります。どうでしょうかね。まず、あなんですが、製造販売業者などには、こういろいろ書いてありますよね。そして、感染症の発生などを知ったときには、その旨を、20日以内、20日以内に厚生労働大臣に報告することが義務付けられてますよ。うん、惜しい。何かというと、15日以内、または30日以内、そして定期報告というものがありましたので、ここのところ、間違えないようにしておいてあげてください。なんか20日以内かもしれないとかなってしまうので、そうではありませんから、定められた期限というのがありますので、15日以内、30日以内が基本です。あとは定期報告というものもありましたので、このあたりはですね、手引きの、別表のところにありますから、ぜひぜひそのあたりで確認しておいていただくと良いかと思います。では、次行きましょう。今度は、E は正解、そして、うなんですけど、医薬品によるものと疑われる副作用症例が日本国内で発生し、それが使用上の注意から予測できる、非重篤なものである場合、報告することが義務付けられていますよ、とあるんですけど、いや、そんなことはないです。何かというと、使用上の注意から予測できる非重篤なものである場合を報告じゃなくて、それ以外もいろいろ報告することをいろいろあるんですよ。で、さらに、日本国内でじゃなくて、国外での事例もあるので、いろいろあるんだなと。ね、こういった限定したもので、報告することが義務付けられているわけではなく、いろんなね、項目がありますから、ぜひこのあたりもですね、別表のところで確認しておいていただきたいと思いますので、誤りとなります。はい、ということで答えは3番が正解となりました。では次行きましょう。問い55番です。医薬品の副作用などによる、健康被害の救済に関する以下の記述のうち、正しいものを一つ選びなさいということで、こちら答えは4番が正解となります。どうでしょうかね。まずは1番なんですけど、医薬品副作用被害救済制度とは、こうなんかいろいろ書いてありますけど、製薬企業の社会的責任に基づく私的制度ではなく公的制度になります。いいですか？公的制度になりますから、私的ではありません。ここのところを気をつけておいてあげてください。それから、2番。救済給付業務に必要な費用のうち、給付費については国の補助金によって賄われておりますよとあるんですけど、これ給付費に関しては、製薬企業からの拠出金というものが当てられてます。なんで製薬企業から毎年ですね、こうちょっとお金くださいよみたいな感じでね、集めていますので、なので江戸時代の年貢みたいな感じですよね。田んぼ守ってあげるからみたいなね、管理してあげるからね、お米よこしなさいよみたいなねそんな感じになりますから、まあなのでそういった、製薬企業からお金を集めておりますので、国の補助金に関しては事務費用の2分の1となっておりましたので、ここのところを間違えないようにしておきましょう。はい、ということで2番誤り、それから3番、救済給付の対象となる、範囲ですね。こちらに関してはですね、入院が必要と認められる場合であっても、やむを得ず自宅療養を行った場合は含まれないよとあるんですけど、やむを得ず自宅療養を行った場合は、これも含まれてきますので、3番誤りとなります。ということで、4番が正解となりました。では次行きましょう。問い56番です。医薬品、医療機器など、安全性情報報告制度に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせを下から一つ選びなさいということで、こちら答えは2番が正解となります。あーは正解。それから、安全対策上必要がない場合でも、それから、医薬品の過量使用や誤用などによるものと疑われる健康被害について報告がなされる必要があるよとあるんですけど、これ、安全対策上必要がない場合でもですね、というところで、これは報告しなくてもいいです。うん。必要があるなと認めるときにはですね、報告してくださいというところになりますので、必要がない場合というところが誤りなので、E は×になります。それから、うなんですけど、報告様式の記入欄すべてに記入、これ結構大変ですよ。結構いっぱい項目あるので、これすべてではなく分かる範囲で構いませんので、うは誤り。ということで、答えは2番が正解となりました。では次行きましょう。問い57番です。
以下の医薬品の販売に従事する登録販売者と購入者の会話のうち、医薬品の適正使用安全対策に関する登録販売者の対応として、最も適切なものを一つ選びなさいということで、こちら答えは2番が正解となります。これ難しいですよね。例えばですね、1番。妊婦なのですがと、頭痛がひどいので痛み止めを購入したいですと、12週以内に、出産予定日を控えてます、迎えますとあるんですけど、これ、で、イブプロフェンが配合されたものであれば服用できますよとあるんですけど、これ12週以内にですね、出産予定日を迎えてる人に関しては、イブプロフェンダメでしたよね。なんでかって言ったら、出血傾向悪化してしまったりとかいろんな理由がありましたよね。なので、そのようなところからはですね、イブプロフェンとか、あとはアスピリンとかアスピリンアルミニウムの3つの製剤、成分に関してはですね、出産予定日12週以内の、出産を控えているような方にはですね、ダメだったと思いますので、1番は誤り、それから2番が正解、そして3番に関しては、これは何ですかね、部活のため屋外においてに、毎日サッカーをしてます。ふくらはぎの筋肉痛にフェルピナクが配合されたとかって書いてあるんですけど、抗線過敏症が現れることがあるためというようなことで書いてあるんですが、この抗線過敏症が起こる、現れることがあるため、屋外活動を避けてとね、そしてサポーターの間で覆って紫外線に当てないでくださいねというような、こういった、細かい注意事項が書かれているようなものに関しては、これはケトプロフェンの内容になります。ケトプロフェンですね。ケトプロフェン。はい。なので、これ違うんですね。いや、これちょっと難しかったと思います。それから次行きましょう。4番。購入者。特に、咳がひどい。風邪症状があり、風邪薬を探していますと、タクシードライバーを知るので眠気を生じないものはありますかということで、コデインを進めていく。コデインは、眠気が出ちゃうのでダメですよ。ということで、4番は誤り。なので、答えは2番が正解となりました。では次行きましょう。問い58番です。一般用医薬品の安全対策に関する以下の記述について、括弧内言うべき軸の正しい組み合わせを下から一つ選びなさいということで、こちら答えは5番が正解となります。これはですね、結構ここなんですかね、いろいろ難しいところだと思うんですけど、このような安全対策全部で4つあったと思います。で、今回ここの、塩酸フェニルプロパノールアミン PPA 製剤というものですよね。その PPA についてはですね、ここ、鼻水鼻詰まりとかで、あと日本では使ったけどアメリカではですね、高用量で食欲抑制剤として使ってたよとかね、そういったところもポイントになります。そしてどういった、ところでですね、どういう患者さんに使用するものだったのかとか、そういったところですね、もう一度覚えていただき、そして代替薬はどういうものになったのか、プソイドエフェドリンになったんだよというところになりますので、ぜひぜひですね、ここしっかりと押さえておいていただきたいと思いますので、答えは5番が正解となりました。では次行きましょう。はい、問い59番です。一般用医薬品の安全対策に関する以下の記述について、括弧内言うべき軸の正しい組み合わせを下から一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。硝酸固糖とインターフェロン製剤で、これ間質性肺炎が出たような内容でしたよね。そして、死亡例が出ちゃったので緊急安全性情報が出たんだよというところで、市販薬でも出たんだよねというようなところになりますから、ここもですね、ぜひぜひ押さえておいていただきたいなと思います。では次行きましょう。最後ですね、問い60番です。医薬品の適正使用のための、啓発活動に関する以下の記述の整合について正しい組み合わせを下から一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。あーいうえ全部正解やったーというごめんなさいね、勢いでですね、ごめんなさい。それで、まずいなんですけど、まあ、こちらもですね、まあ、正しいのでいいんですけど、ただ一応ですね、確認しておいていただきたいのは、毎年10月17日から23日の1週間を薬と健康の習慣、1週間だから習慣ですよね。それからあとこの日付でも引っ掛けてきますから気をつけておいてくださいね。そしてうのところもですね、6.26、国際麻薬乱用撲滅で、ここのところも数字、まあ、ここはあんまり引っ掛けに、は少ないと思うんですけど、ただそれよりも後半のところ、毎年6月20日から7月19日までの1ヶ月間ダメ絶対普及運動が実施されてますよというところで、ここもですね、日付、よく引っ掛けてきますから、その期間とかですね、確認しといてあげてください。そして、小中学生のうちからですね、そういった啓発を行うことは重要ですよということで、中学生がですね、まあ、そういった、麻薬のことだったりとか、あとは薬物乱用のことについてね、いろいろ
休、保健体育の時間かな、で勉強していたりもしますから、なのでそういった小中学生のうちからですね、いろいろ啓発活動をやってるんだなというところを、ぜひぜひ知っておいていただきたいと思います。ということでここまで第5章どうだったでしょうか。特に、医薬品の成分とか出てくるところがですねややこしかったりするし、皆さんが苦手だなと思うところが多々あると思いますので、ぜひぜひそのあたりしっかりと確認しておいてあげてください。はい、ということでここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひぜひ LINE などに登録していただきますと、質問などをお受けしておりますので、ぜひご利用いただきたいなと思います。それでは本日も動画を見ていただきましてありがとうございました。皆さん頑張っていきましょう。